原さん、こんにちは。こんにちは。せっかく神戸大学に来ていただいたので、はい、QR コード発明の父の原さんに、まさに発明された QR コードについてお話を伺いたいんですけれども、 この今画面に映っているのが QR コードですよね。そうですね、はい、1994年に開発したものです。あ、1994年、はい、あ、そうですか。もう今年 ですね、はい、ああ、素晴らしい。記念碑的な年ですね。そうですね。で、特徴はあれですよね、バーコードとちょっと違うんですよね。そうですね、バーコードはこのようにバーが太いか細いかで情報を合わせるものです。で、QR コードはイゴのようなこういうマトリックス用に情報を合わせることで、いわゆるバーコードは、先ほど言いましたように、幅方向しか情報を持たないに対して、QR コードは二次元的に情報を持つことができるので、多くのデータを入れることができます。これ、あれなんですよね、読むのは一方向という、だから方向性があるっていうのと、格納する情報量が多いっていうのが、ある種、ね、はい、特徴だってことなんでしょうかね。バーコードって、結構80年代はいろんなところで使われましたですよね。そうですね、最初は流通工場から、そして80年後半になるといろんなところで使われましたね。セブンイレブンなんかで使われてたレジで使われてたスキャナーとかも原さん関わられたんですよね。そうですね、はい、私1980年に電装入社して、最初に与えられた仕事が今コンビニ使われている、レジで使われているパワーコンピューターの開発でした。ですよね、はい、もう一時はマーケットシェアが9割ぐらい、そうですね、いった大ヒットのスキャナーですよね。でコンビニでも 100% ですよね。あ、 100%、はい、あ、すごいですね。で、この、QR コードなんですけども、はい、いろいろいろんなメディア拝見していると、なんかこの隅にあるこう四角が特徴的。これですね、はい、ファインダーパターンって言うんでしたっけ。そうですね、はい、QR コードがここにあるよって見つける、シンプルですけどね。これはどういう特徴っていうか、何がいいところなんでしょう。そうですね、QR コードってやっぱり印刷物に印刷されるんで、今この QR コードは何もないんですけども、本来いろんな文字とか模様とかいろんなものが入っているときに、その中からコードを探し出すのが非常にやっぱり難しいんですよね。で、この3つのファインパターンがあることによって、この周りのノイズが背景からすぐ QR コードが見つけるようになっています。なるほど。これ最初このなんですかね、目玉四角いやつをつければすぐにそこにQR コードが分かるっていうのが、分かるって、気づかれたのは電車かなんか乗ってらっしゃった時ですよね。そうですね、やっぱりいかにね早く読めるかと次に、もう考えてたところ、ある時電車乗っててパッと窓の外から風景見た時に、いろんなビルが建ってたところの中の一つのビルが、普通窓がいっぱい並んでるけども、それの上の方に特徴的な幾何学模様があるビルがあって、それを見た時にとっさにこの QR コードやビルが浮き上がって見えて、これだとコードがすぐ判別できるんじゃないかなと思いついたのがきっかけですね。なるほど。これファインダーパターンって別名切り出しコード、切り出しシンボルっていうふうに言われてて、それ英語ではセグメンテーションっていうんでしたっけ。そうですね、コードを切り出すことをセグメンテーションっていうんですかね。それってもともとは OCR リーダーの技術っていうか、の専門用語だったんですか。OCR も一文字文字切り出して、その中から認識していくんですけど、その時の切り出す言葉をセグメンテーションと言います。という面で言うと、原さんが、やっぱり OCR の技術もやられてたっていうのは、この切り出しシンボル、ね、ファインダーパターンをこういうふうに発見するためには必要な知識だったっていうことなんでしょうかね。どちらかというと、OCR の方も一文字一文字切り出すのが難しくて非常に時間がかかることが分かってたんで、それをまず解決しなきゃいけないということを思ったんですね。ちなみにこの何ですかね、黒と白の正方形で作られたものっていうのを見つけるために、
なんか膨大な作業をされたって伺ってるんですけども、はい、やっぱりあの先ほど言いましたように、もし周りにいろんな文字があったりするときにもうちょっと区別しなきゃいけないということで、でまあいろいろとその文字と区別する、まあ、シンボルというのは考えたりとしても、やっぱりコンピューターが処理しやすい簡単な単純な形状じゃなきゃいけないということがありまして、で特にコンピューターが処理しているのは一次元的な情報なもんですから、じゃあ文字が構成される白黒比率を、まあ、調べて、そのないもし少ない比率があるんだったらそれを採用するということで、まあ、先ほど言われましたようにいろんなアラベットとか日本語とかタイ語とか、ね、アラビア語とかそういう各国の文字を調査した結果、ちょうどここにあるこの切り出しファインダーパターンの最初の黒を見せたときに、次の黒白が1で、次の黒が3で、次の白が1で、黒の1が1という、1対1対3対1対1の比率が非常に少ないことを見つけました。それがまあ黄金比率、そうですね、はい、なんですね。いろんな雑誌とかにその印刷されているものには、この1対1対3対1対1のものっていうのはあんまり見られ慣れないですね。そうですね、はい、少なかったという、まあ全くないというわけじゃないですけども、極端に少なかったということ。あとね、もう一つある雑誌に書かれてたんですけれども、はい、これまあ円でなくて四角だっていうのも意味あるんですよね。そうですね、まず四角と円の違いは、例えばドットの構成でいくと四角の方がドット構成が少なく済むんですから、ドットプリンターとかいろんなプリンターで打った時にいわば小さく四角ができるということで、まあ、四角になりました。円だと大きくなっちゃうんですか。そうですね、やっぱり正確な円を作ろうとするとやっぱりドットがいっぱい必要ですね。それに関してドットだと本当に一つ、これが一つのドットでも成り立つんで、より、まあ、だから高密度に印字ができるということですね。なるほどね。で、まあこのコードが実現できることっていうのを整理すると、はい、まあ、3つぐらいなのかなと思ったんですけども、はい、まあ、1つ目が大容量の情報を、まあ、格納できること、はい、2つ目が、まあ、小さくにもできるし大きくもできる、はい、で3つ目が高速でも読み取れるっていうことで、大容量で情報が格納できるのは PDF417 でしたっけ。そうですね、バーコードたたみ積んでるやつですね。で、小型化に強かったのがデータマトリックス、はい、で高速読み取りがマキシコードっていう、まあ、QR コードが生まれる前の二次元コードで、はい、まあ、使われてたものだったみたいなんですけども、はい、そのどれもの特徴をこの QR コードは実現できたという、そうですね、はい、ことなんですかね、はい、それはかなり意識的になさったんですか。そうですね、まあ、一番意識したのは高速読み取りですけどね、やっぱり一番やっぱ早く読めることが、まあ、作業効率を上げる、でその効率ってやっぱり日本人が好きな追求するやつですかね。海外の人はあんまりね、ゆっくりしてもそんなスピードは追求しない。ちなみにこのコードあるじゃないですか、これね、はい、いわゆるこのコード、これがこのコードだって特定するのが早く特定されれば、その分だけ情報を格納する量が、大きくなるっていう、なんかそんな関係ってあるんですか。そうですね、例えばですね、他のコードでも例えば100桁読むのに例えば1秒かかるとすると、まあ QR コードだと、まあなんかね、30ミリセックぐらいですから、その30倍のデータを入れられるということになりますね。なるほどね、まあ、その面でいうとやっぱりこの、ファインダーパターンの工夫っていうのが、はい、情報格納量についても効いてくるということなんですね。なるほど。もう一個この QR コードの特徴で、まあ、特筆すべきものがあるっていうふうに伺うのは、誤り訂正機能が搭載されていると、はい、いうことだというふうに伺ってるんですけれども、誤り訂正機能っていうのは どういうものなんでしょうか。そうですね、まあ、このように、まあまあ、ある、まあ、汚れたりとか破損したところを、まあ、常時のデータをつけることで推測して復元させる機能ですね。ある演算式を使うということですよね。そうですね、リードソロモンでした。リードソロモン、はい、でそれまでのコードっていうのは、まあ、こういう汚れとか破損っていうのが
あるっていうことをあんまり意識した形のコード設計にはなってなかったものが、こちらの場合は QR コードの場合はそれを織り込み済みにして設計されてるっていう感じなんでしょうか。ですね、ある程度その復元できるコードは今の二次元あったんですけども、やっぱり復元で予測して両方復元するものですから、間違って復元する確率がやっぱり高くなると思いますね。で QR コードの場合はやっぱり絶対間違っちゃいけないということで、やっぱりそのご訂正する確率が非常に少なくなるような複合設計をしてます。なるほど、ね、やはりそれは従来バーコードで、トヨタの看板方式とかコンビニのビジネスを、支えてきて、どういう、読み方の間違いがあるかとかっていうそういう経験があったっていうのはやはり鍵になったっていうことなんでしょうか。そうですね。で、それともう一つやっぱりね、絶対にバーコードの単純な構造だと余計間違いやすいとか、やっぱり間違いがあるんですから、その間違いはやっぱりその誤り訂正機能のいわゆる符号理論で徹底してなくそうという形になってきましたね。なるほど、はい、ちなみに私の理解では誤り訂正機能のそのリードソロモンは方程式みたいなもので、はい、変数がいくつかあって、その変数を見つけるためにいくつかの、ある種方程式を作れるような、数字をコードの中に織り込むいうことで、見えない未知の変数を導き出すっていう、そういうことなのかなというふうに理解したんですけれども。そうですね、これ見てましたね、2つ下げると変数というのは、1つはコードがどこが汚れて間違っているここの部分ですね。で次にもう一つの変数はこれがではどのような形で間違っているか、その2つの変数ですね。で2つの変数をその、特に2つの情報が、必要になってますので、で両方分からないと2変数1個の部分にあるんですから、例えば2個の情報を大きさで位置を知ろうとするとその場合の4つの負荷情報を使わなければいけないという形になります。なるほど、その計算がある種なんていうんですかね、相当数 の量になるので、リーダーの方のチップも当初、特注をしないといけなかったっていうことだ、そうですね。その先ほどセグメンテーションコードを切り出してセグメンテーションが早くできるようになったんですけども、最後やっぱりこういう誤った時にその復元する処理時間がやっぱり当時の CPU ではやっぱりちょっとパフォーマンスが低いものですから、やっぱり読み取り時間がかかってますから、そこは専用の LSI を起こしまして高速に処理できるようにして、最初の目標ですね、1秒間に30回読めるという目標を達成することができました。なるほど、最後に今中国でこの QR コードを使った決済が普及していますけれども、それについて原さんご自身は、それを商売にされているということで伺うわけではないんですけれども、どういうふうに今ご覧になっているかというのを教えていただきたいんですけど。そうですね、QR コード決済で QR コードをどんどん使えることは非常に我々も嬉しいことですし、私自身でも本当にいいことだなと思いますけれども、ただ中国でやられているのは2つの式があって、1つは静的というか露天商に QR コードがあって、でお客さんがその携帯で QR コードを回して掲載する方式で、もう一つ動的なやつはお客様の携帯に QR コードを表示して、それでお店のリーダーで言います。2つがあるんですね。で前者に話したその静的なやつはやっぱり QR コードって本当に正規な QR コードが例えば違うね、いわゆるサイトのコードで違うところに表示されるか、そういうことで非常にセキュリティ性の問題がありますね。性的な方、動的じゃなくて性的な方に問題がある。なるほど。動的の方はワンパスパスワードみたいで、ちょいちょい QR コードを変えることができるんですね。だから露店に貼ったやつずっと貼りっぱなしなんで、なるほど、誰かが勝手に違うね、引き落としの、ね、QR コードに貼り替えたりとかすることができるので、非常に問題なんで、で我々はそこをちょっとやっぱりこれからもやっぱり QR コードを安心して使ってもらうには、そのぐらいのセキュリティ、コードの中にセキュリティの機能をつけて、いわゆるそういう不正が起きにくいようなことにしていきたいと、やっていきたいと考えてますけどね。もうすでにそのセキュリティを考えたコードというのは、世の中には、
伝送ウェーブは出されてるんでしょうか。そうですね、一つはあの SQRC って言って、あの公開データと非公開データの2層構造としまして、まあ、公開データはあの携帯電話とかすぐ取り入れるんですけども、まあ、非公開あのデータは、まあ、SQRC の読み取りソフトが入っているリーダーしか読めないものですから、そこのデータを改ざんすることはできないんですね。でそこを使うことによっていろいろとセキュリティを高めることができると思います。なるほど。これからもじゃあ QR コードはそういうセキュリティについてはもっと進化していくっていうことなんでしょうか。そうですね、あの、まあ、私自身は進化させていきたいと思ってますね。なるほど、今日はありがとうございました。どうもお疲れ様でした。